皆さんこんにちは、パーソナリティのサリです。3月の31日日曜日、時刻は11時を回りました。今日はなんとすごくいいお天気ですね。なんだろう、ちょっと暑いなってぐらい、ね、最高気温もだって25、今25度ぐらいいってるでしょ。急に夏来たみたいなこの間まで寒いよって言ってダウンジャケット着ていたのに、今日はもうねシャツ1枚でいいぐらい。そして今多摩プラザのこのスタジオ前は元気な子供がはしゃいでおって、さっきなんか電車みたいなのが走ってました。あれね、私大人になった今でも乗りたいなって思うのよね。すごく楽しそう。あの、まあもちろん子供さん限定なんですけども、体がちっちゃくなって乗りたいなって思ってますこうやってね、多摩プラザはいつもねこういう催しとかいろいろあって、来るたびに、楽しいなと思って私見てるんですよね。そしてあったかくなったからいつもより元気な子供の姿を見れて、さっきもねガラス越しにあの子供がこう手を振ってくれたりとかしてすごい癒されました。いや、ね、そうよ、そういえば今日3月31日ってことで、明日から新年度になるわけじゃないですかね。そっか、新しい生活、新生活始まる方もいらっしゃるでしょうし、ね、昨日とかは一昨日とかに送別会やったよっていう方も、ね、結構あるんじゃないでしょうか。新しい年度、学校に行くとか会社に勤めるとか新しい地で働き始めるとかいろいろあるし、私みたいで変わらない人もいるかもしれないけれども、はい、皆さんね、あの新年度もどんどん楽しく過ごしていきましょうね。はい、で、あの早速でございますが、まず私のオリジナル曲をね流させていただきます。今回お届けするのはサリーのセカンドシングルの無限スパイラルという曲なんですけれども、これね、まあ、新年度に入って皆さん悩みが突然現れてくると思うんです、ね、悩みぐるぐる悩んだりとかして、あ、もう理不尽な、ね、ことを言ってくる人もいるとか、ね、いろいろ困ったりとかすると思います。そんな時に、いつまでも悩んでても悩むこと時間の無駄だぜみたいな、そんなことを、お届けしている楽曲でございます。それでは、サリンの無限スパイラルどうぞ。はい、ありがとうございました。お届けしたのはサリのセカンドシングルより無限スパイラルでございました。たくさんロックでうおーとぐるぐる、コメントでもぐるぐるありがとうございます。はい、そして本日はなんと、素敵なゲストをお迎えしております。クリュートーカさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日初めましてですよね。初めましてトーカリンコとクリュートーカと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速自己紹介なんか ありがとうございます、はい、ではトーカリンコとクリュートーカと申します。小室哲哉さんのプロデュースでデビューしておりまして、長屋の梅酒とか、CM 歌ったりしております。今はね、ライブ配信とかをしながらね活動もしておる感じです。はい、おる感じです。おる感じでございますね。さようか。なんかそう、X のプロフィールにもいきなり、はい、
小室哲哉さんのプロデュースって書いてあって私びっくりしたんですよ、はいはい、小室哲哉さんってそうですよ。そう、どんなきっかけでそんなプロデュースしていただくことになったんですか。オーディションだったんですけども。オーディション、そうなんですよ、うんうん、TM ネットワークさん の、はい、あのカバーを、うんうん、あのまあ、リアレンジみたいな感じで、はいはい、また違う方がこうアレンジしながらするようなこうオーディションがあったんですよ、ね、うんうん、でそれの、監修を小室哲哉さんがされていて、でそのオーディションがちょうどたまたまあって、そうなんですね。そうなんですよ。それがきっかけで。ちなみに楽曲何歌ったんですか。あの TM ネットワークさんの、はい、あのリズムレッドビートブラックっていうちょっと結構、うんうん、あのマニアな感じ。結構な曲ですよね。そうなんですよ。私 TM ネットワークさんっていうとゲットワイルドのそのイメージがあった。そうなんですよ。そうなんです。じゃあ各々 TM ネットワークさんのコアな曲たちで戦ってきたんですかね。そうなんですね。そうえ、ゴスペルもやってらっしゃるんですか。ゴスペルも、うん、あの専門学校時代にやっていて、いろんなことをやってみようっていう、まあ、はあ、そうですよね、まあ、基本的に J-POP なんですけど、はい、うん、そうだって全然 J-POP とゴスペルって発声が違うじゃないですか。そう、主にあのどっちがメインだったとかあるんですか。主にはやっぱ J-POP が、 J-POP がメインでもう主だったんですけど、なんでかゴスペルやろうと思ったんです。ちょっと、うん、なんか違う世界も見てみて、あ、そっか、そうです。私がハモリとかが苦手だったんですよ、はいはいはい、なので、まあ、ちょっとそれにこうつられないよとか鍛え直すことを兼ねて、歌唱力上がりますもんね。そうですよ。でもう地声で結構やらなきゃいけないじゃないですか、うん、もう発声とかも、はい、もうしっかりそこを一から勉強しようと思って習い出したっていうか、あ、勉強熱心です。え、ちなみにハモリはうまくできるようになりました。いや、全然なんじゃないよ。つられないようなぐらい。まあでもちょっとはレベルアップしてるって感じだね。面白い。それクリューさんめっちゃ面白いですね。そうか。で、うん、配信アプリを何個かやってる印象があるんですけど、うんうん、そうですそうです。主にはポコチャーさんを、うん、あのしてるんですけども、うんうん、あとまあカラーシングさんとか、まあ、うん、他にもちょっとちょこちょこやってるんですけど、うん、TikTok もやったりとか、うん、なんか何個か併用してやってるんですか。そうですね、今もやってます。そうなんだ。本当に時間がある時だけじゃないとできないので、うん、まあ、そうですよね。配信だって1回につき、まあ、最低1時間ぐらいはやるじゃないですか。そうですね、うん、1日まあ最低4時間は1個のやつしてるので、うんうん、そうか、1個のやつが1日4時間ポコチャが基本的に4時間やってるので、それの合間に違うので、ね、そうやってちょっとでも知名度が上がればなっていうのと、配信アプリによってリスナーさんのこの種類が違うじゃないですか。そうですね。のなんかこのアプリはこんな感じだってのちょっと教えてください。やばい、一番こう、うん、なんか落ち着くっていうのはやっぱりポコチャーさんが今は、うんうんうん、相性がいい、相性がいいですね、うんうん、なんかポコチャーだとなんかずっと何 か、 なんかミッションみたいなのありますよ、うん、なんか箱開けるみたいな。あれはあのリスナーさんが、うん、あのコインを課金とかしなくても、うん、無課金で、うん、あの応援できるコインが入ってるんですよ。なので、はいはいはい、あのなんかしなきゃいけないわけではないです。うんうんうん、もう聞いとけばいいこともあるし、はいはいはい、あ、そうなんだ。そうそうそう、あ、じゃあ応援したいなと思ったらちょっとなんかミッションクリアしてみるみたいな、うんうん、そうです、自分でコメント入れて、コメント入れたりとか、そしたらゲットできるよみたいな。あ、そうなんです、うん、そうです。なんかないギフみたいな。そう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 です。ぷぽちゃんはギフトが、うん、あのすごいいろんな種類があって、うんうんうん、あの歌を盛り上げてくれたりとかするじゃないですか。そうですね、うん、そうそう、あれいいなっていつも思ってます。そうですよね、うん、なんかそういうのがあるとちょっとなんかテンションがやっぱり上がりますね、うん、なんか投げがいもあるじゃないですか。そうですね、そうそうそう、嬉しいですよね、画面上にこうエフェクトが出てくるのが、そう、彩ってくれる感じ、あーってなっちゃいます。ね、楽しくなりますよね。そうなんですよ、うん、え、どのくらいポコチャやってるんですか。もう、うん、かれこれ3年、アカウントは変えてったりはするんですけど、はいはいはい、3年やってますね。あ、3年やってるんですね、うん、じゃあいろいろイベントも出て出て、そうです。なんかイベント出てこんな結果出たとかありますか。なんかあの CM のとか、CM、 そうなんですよ、地方とかの、 あの、うんうん、私岡山が出身なんですけど、はいはいはい、その岡山 の、 あのテレビの CM のところの途中にこう出れるみたいなやつ。おー、それは嬉しい。そうなんですよ、もうみんなに頑張っていただいて。地元やからどうにか優勝みたいな。そうですよね。
もう絶対録画して親御さんも喜んだんじゃないですか。めっちゃ喜んでましたCM ではのジョヤ梅酒の CM の、あの YouTube 見たんですけど、本当ですか、ありがとうございます。印象的な歌を、あれ歌ってるんですよね。歌ってる、本人ではないですよ、あれすごく間違えられるんですよ。あの出てる人じゃないんです、歌を歌ってる歌の方です。そう YouTube、クリューさんのね、はい、あのホームページ、ホームページでいいんですけど、はい、オフィシャルサイトか、はい、オフィシャルサイト見ると、はい、あの左下の方に YouTube があって、はい、CM のすごいやーってこう見たらすごいね、あの CM らしい、そのうん、うん、その CM 超やうめしのゼリーのですね、はいはいはい、そのタイプの、うん、もう聞いたら頭に残っちゃうね。声もやっぱりあれだね、小室哲哉さんのプロデュースっていうのがあって、はい、やっぱりその小室哲哉さんがプロデュースする系の声だなって思いました。本当ですか、うん、ありがとうございます。その声、あやっぱり歌とか、うん、なんかいろいろカバーもされるんですか。カバーもそうです、うん、あのまず CD とかは出してないんですけど、うんうん、まあ、歌で普通にあのライブとかで、はい、まあ、以前歌わせていただいたりとかはしてましたね、はい、おー、うん、おもり、あのどんな曲とか。特にカーラトモミさんとかグローブさん、安室奈美恵さんとか TRF さんで、もう本当全盛期の小室さんの、そう、カーラトモミさんとかすごい声に合ってるなって思いました、ね、一番多分似てるですよね。きっかけもそうだったんですよ。そうなんですか。小学校3年生の時に、うんうん、もうテレビに出てらっしゃったのを見て、うん、はい、もう歌手になるって決めて、それからもう一本で、うん、頑張ってます。そこからあったんですね。そうなんですよ。なのでもう夢が一個叶ったみたいな、うん、すごい夢を叶えた。一個叶いました。すごいな、はい、もうぜひね、あの皆さんにクリューさんの歌声聞いてもらいたいなと思うんですけど、うん、ありがとうございます。で、はい、今日ね、あの曲持ってきていただいてるってことで、はいはい、そうですね、はい、まず1曲目流していただく曲と、はい、まあ、それが入ってるしアルバムのこともちょっとぜひ聞かせてください。私今ねクリュー東華で、あの活動してるトーカリンっていうか、まあ、その中に名前してるんですけど、うんうん、以前大阪で主に活動していたのがエリナというあの名前で活動をしていまして、うんうん、その時にね、作らせていただいたアルバムの中の一曲の応援歌みたいな感じの、これから、まあ、本当にさっきほどもおっしゃってましたけど、新生活でいろんな、ね、不安とかもあると思うんですけども、その応援歌というか元気づけれるような、はい、あの曲を今日一つ持ってきて、おー、ごさせていただきました、はい、はい、ではぜひ曲振りお願いいたします。ありがとうございます。それでは聴いてください、エリナで奇跡。はい、ありがとうございました。クリュー東華さんの奇跡でございました。ありがとうございます。なんだか染みますね。よし頑張ろうってなれる曲だ。ありがとうございます。でもすごいなんか、なんていうの、これから頑張っていこうっていうのもそうなんですけど、なんか今日も始まったってこう、はいはい、あの始まりがそうじゃないですか、はいはいはい、なんかその今日が当たり前じゃないんだなっていう感じが、ね、なんかそうですよね。ぜひ皆さんこれでタワレコ の、 あのネットとかでも買えるんでね、そうですね、はい、聞いてアルバムが
カラフルって読むんですか。そうですね、カラフルで、カラフル、あとカラオケのジョイサウンドさんでも、はい、歌えるんですか。歌えます。じゃあ覚えて歌いましょう。皆さん歌ってください。ぜひぜひ、はいはい、ではね、あの今回あのクリューさんにゲストとして来ていただいたのは、うんうん、あの6月24日のクラブチッター、わー、そうそう、ドリームキングダム17周年記念、はい、王子まだ生きてますっていうライブに出ていただくからなんです。いや、当日よろしくお願いいたします。めちゃくちゃ楽しみです。いや、私も楽しみですよ。なんかどんな風な、うん、あの編成で出ようとかは決まってるんですか。もう私はもうオケのソロで、うん、カラオケで、じゃあ歌をもうしっかり聞かせていただけるということで、当日どんな歌が聞けるのか楽しみですよ、はい、だって曲いっぱいありますもんね。そうですね。どれにしようかね、今も悩んでます。悩んでますね。そう、どれにしよう、私もまだ決まってないや、どうしよう、ですよね。悩みますよね、うん、そうで、そう、6月24日楽しみで、もちろんあの他にもたくさん ね、うんうん、あのいるんですけれども、うんうんうん、まあね、こうやって事前にラジオで、ね、姿を見たり声を聞いたりすると、うん、より楽しみになるんじゃないですかね。本当にまたお会いできるっていうの ね、うん、事前にお会いできて今日は本当に呼んでいただけて、ね、幸いです。あ、私も嬉しいです、うん、ありがとうございます。こんなにクリューさんが話しやすい方と思わなかった。嬉しい。いやいや、私もですよ。同じ感想です。なんか X とか見ると、うんうん、あのすごいなんかやっぱりなんかお綺麗な方なので緊張しちゃうから。そんなとどめないです。なんかお上品で私行かなくちゃいけないかなと思ってたら大丈夫です。あ、よかった、フランクに話していただけるって。よかったって今すごい安心して。いや、本当にね、そうね、さ、うん、配信アプリでもそのお話気軽にできるじゃないですか。そうですね、そう、うんうん、ポコ、特にポコちゃですよね。そうです、ポコちゃですね。ポコちゃだと、うん、どういう風に検索したら出てきます。ポコちゃだとトーカリンで、はい、出てきますね。ひらがなでトーカリンです、はいはい、出てきます。トーカリンで出てきます。ぜひぜひ、相性なんですね。そうなんですよ。クリュートーカで、うん、それでトーカでトーカリンで、うん、相性にしてて、すごい可愛い名前だなと思ってます。うん、で、そう、さっきのその CD と名前がもうゴロッと変わってたんですよ。これ名前どういう風につけたんですか。一応、うん、まあ、あの桃を、うん、つけたかったのが一つあって、あ、桃が好き、桃、岡山なんで。そこから来てるのね。そうですよ。それで、まあ、うん、まあ、字数とかあるじゃないですか。あれも考えながら、うん、まあ、他にこうあまり珍しい名前がちょっと作りたかったんですよ、うんうん、なんかありきたりなのより、うん、何みたいな感じの、うんうん、ちょっと読みにくいじゃないですか。最初読めなかったです。ももかとか読む人も。そう、ももかって読みましたもん、最初。そうそうそう。なので、うん、それで相性をトーカリにしたら、だいたいトーカでわかるかなっていうのと。わ かりますね。そうなんですよ。それで、ちょっとまあ、つけたみたいです。うんうん。そう、名前も最初クリューって読めなかったです。ですよね。これなんて読むの、クリクリ。クリ生ももかよく。クリ生ももかで検索してください。そう、検索もね、ぜひね、うんうん、X とかも、はい、あのぜひやってらっしゃるので、はい、まあ、そうね、公式サイト、うんうん、オフィシャルサイトとか見ると、まあ、いろんな。あの配信サイトの ね、はい、リンクも貼ってあるので、はい、まあ、でも X から見てた方が私がタグ付けしてるのでそこから辿っていけるかなと思いますし、はい、ラジオブログの方でも今日あの流させていただいた曲とか、うん、あのライブ配信のリンクとかを付けさせていただきますので、ありがとうございます、はい、後日ぜひチェックしていただければと思います。お願いします。そう、こうやって FM サルスさんでね、あの今生、うんうん、配信やっていただいて、ね、コメントもねあるんですよね。すごい。そうそうそう、猫好きのサリーとかいろいろ桃太郎とかなんか言われてるけど、岡山って桃太郎の桃太郎です。桃太郎です。そうです、そうです、そうか、うん、そう、出てくるんですね。あ、そう、わー、すごい。あ、そうか、こっちやってない。あ、そう、出てくる、こうやって出てくるかな。ああ、そうそうそう、出てきます。下の方にあります。そうか、そうそうそう、トーカリンで、トーカリンでねやってるんです。そうね、でも本当にいろんなね曲あると思うんですけど、また他の曲もぜひ紹介していただきたいなと思うんですけど、はい、これ、うん、この曲、先ほどのね奇跡は、うん、あの歌詞だけあの私が作らせていただいたんですけども、うんうん、この次にご紹介するオールザウェイっていう曲は、私が一番最初に作詞作曲した
思い入れの深い曲になってまして、ね、今日持ってこさせていただいたんですよ。あ、じゃあ、はい、オールザウェイの方が CD としては新しい、はい、あ、古い方です、はい、一番ファーストアルバムです、ね、ファーストアルバムで、はい、セカンドアルバムがカラフル。そうです、はい。あ、そうなんですね。まあどちらもタワレコで買えます。はい、買えます。チェックしてきました。ありがとうございます。そっか、だからそのオールザウェイ CD のアルバムタイトルにもなってる。そうですそうです。うん、そうなんですね。そうか、じゃあぜひこの曲もこれから聴かせていただこうかなと思うんで、うん、はい、曲振りお願いいたします。ありがとうございます。それでは聴いてください。エリナでオールザウェイ。はい、ありがとうございました。お聞きいただいたのはクリュウとオカさんのオールザウェイでございました。ございます。優しくなれる曲でございます ね。 そうですね、もうめちゃくちゃバラードで、ね、この曲はなんかどういうなんかきっかけで作られたんですかね。もう私本当に、うん、あの歌だけで、うん、もう本当にこう提供していただいた曲とかを歌う、うん、まあ、シンガーもうガチのシンガーで行こうと思ってたんですけども、うん、たまたまきっかけで、うん、あの作曲しなさいと指令があったんで、ね、作曲しなさいというのが、うん、あの指令が舞い降りてきまして、はい、え、作曲ってどうやってやったんですか、うん、まあ、最初はもう本当、うん、全く未知だったので、そうですね、本当に分からなかったので、うん、もう本当鼻歌から始めて、うんうん、もうこう、まあ、自分でこう音取っていって、あとアレンジの方と相談しながらして、うん、もう基本的にあとはもうアレンジの方に、うんうん、あのそうか、アレンジャーさんが全部編成していただいて、うんうん、って感じですね。アコギの音が素敵だなと思って聞いてました。ありがとうございます。なんかこの、うんうん、春前のこの優しく歌うところが、はい、すごいいいですね。とても素敵でした。あ、なんか吸い込まれる感じね。ありがとうございます。嬉しいです、ね、そうそう、なんかね、うんうんうん、なんか他の曲もやっぱり聴きたくなりましたね。本当に iTunes でも聴けるんですっけ。 iTunes はそうです、カラフルの方は、うん、あのセカンドアルバムのね、はい、あのカラフルの方は iTunes でも、うん、あの聴けます、ね、おー、はい、じゃあぜひね、なんか視聴、お気軽に、そうです、視聴ができます。あ、視聴ができる、うん、そうです。あ、でも買うこともできます。買うこともできます、うんうん、多分そうですね。でも CD のジャケットとかもいいんでね、なんか今となんかやっぱ見た目違うの楽しめるじゃないですか。全然違います。さっきちょっとジャケット見たらあ、違う違うって真っ金髪ですね。そうそうそう、髪も短いですか、あれは。あれはまだでも長いんですけど、ちょっとこうくるくる
クルクルってして結構上に上げてるので、うん、そういうことなんですね、うんうんうん、え何年前ですかあれ結構前ですよ10年前ぐらい あそうなんですねそうなんですよ結構前あじゃあ長く音楽活動やってらっしゃってもうそうですねそうだったんですねめちゃくちゃ長いです。そっかじゃあ長くやっていった中でじゃあこう曲じゃあいろいろ作って作詞が多いですね。どちらかというと、うんまあ、どっちもどっちですかね。もうなんか逆に提供させていただいたりとかもたまにあったり、まあ、この名前ではしてないんですけど、とかいろいろそんなのもはい。そうあじゃあいろいろやってます。そうだなんか固定の投稿に浴衣の、うんあ、浴衣の、はい、グランプリのあれ、なんですかねあれ何で撮ったんですかコンテストが浴衣、うんうんまあそのうん、海外の方とかはやっぱり浴衣とか新鮮じゃないですか新鮮ですねで、まあ、こう広めて、まあ、浴衣を最近あんまり着ないっていうのが、うんまあ、あんまり着なくなってますよねですよね、うんでまあ、夏は絶対着るけど基本的に日本ってもともと浴衣で過ごしたりとかするのが風習だったらしいんですけど、うん、ああそうなんだ知らなかったそうらしいんですけど、うん、それがまあなくなってきちゃったので、うんまあ、そういうふうなこう気軽に着れるようなやつで、うん、こう広めていこうっていうなんかイベントだったんですねああもう本当にいろいろやってらっしゃるんですね、うん、すごいこれからの活動もね、うん、ぜひ皆さんぜひチェックしてくださいまし、はい、いやもうあっという間にもうお別れの時間なんですけれどもそうですね寂しいですねなんかね、うん、こうやって誰かとお話ししてとかはなかなか私なかったので、うん、すごい楽しかったです私もめちゃくちゃ久しぶりに楽しかったですありがとうございますありがとうございますどうですか FM サルースでのこの環境でのラジオは、はい、いやもう本当になんか目の前にねいろいろな方がいらっしゃるし、うん、もう楽しい、ね、もう目の前からもう元気をもらって、うん、本当に、はい、いや本当に今日はありがとうございましたいやこちらこそありがとうございました、皆さん栗生東華さんでございましたありがとうございますはいということでね本日の3対39回ドリームキングダム、ね、ゲストで栗生東華さんをお迎えしましたけれどもやっぱりねこうやってゲストの方来ていただけるとサリのテンションが上がりますねそう普段はあの王子とうなさんとサリと3人で、まあ、FM ダンスさんでやらせていただくときは大体、ね、うなさんとやることが多いですけどねこうやって女性の方来ていただくと華やかですごくね私の心もウキウキしちゃいますふふって言って、ね、改めてね栗生東華さんとサリが出演するライブ6月24日、月曜日です川崎のクラブジッタで行いますドリームキングダム17周年記念王子まだ生きてますぜひ皆さん、この日はですね来場してぜひいろんなアーティストの方々特に栗生東華さんとサリのライブ今日何を歌うのかなっていうのを今日のねラジオを聞いて楽しみにしていただければと思いますコメントにありがとう詳細書いてくれて素晴らしい開演はね5時からでございます夕方の5時お仕事終わりにぜひ駆けつけていただければ幸いでございますはいそれでは、第39回ドリームキングダムお相手は栗生東華さんとサリでございましたまたお会いできるの楽しみにしていますさようなら